てください。顔がタイプだったら許せちゃうみたいな。どちらかといえば色の方に自信がありますね。色、うん、それ平均ぐらいあればいいってこと？もっと低くても私は大丈夫。すごく楽しかった。ひだひだくんの名前の由来を結局聞いてないままやったからそれだけちょっと聞きたい。さあ始まりました、恋ラボ、ナジャグランディーバです。ハッピーハッピー。はい、サブ MC の吉崎彩です。ハッピーハッピー、ワンワン。はい、はい、今回ははい、今回はですね、恋愛座談会第3弾ということで、引き続きお話をお聞きしたいと思います、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。バラリナーです。今23歳です。お仕事は芸能関係のお仕事をしています。おみくです。23歳です。普段 OL してます。今日よろしくお願いします。ひだひだくんです。25歳です、IT 関連で仕事をしています。ひかもちんです。デザイン系の仕事をしています。はい、続いてのテーマはこちら。顔はいいけど年収が低い、もしくは顔は悪いけど年収が高い、うん、はいはいはい。マッチングアプリならどちらにいいねしますか、です。まずは、うん、顔はいいけど年収が低いの方、手を挙げてください。ちょっと、顔は悪いけど年収が高いの方、手を挙げてください。あれ、そうなんや、やっぱり顔、顔ですね。そう、なんかもう私は自分の年考えて47なんですよ。だからそれやともうなんか最後のパートナーとして見るから、はい、それやと多少経済的なのもちょっと重視したいかなって思うわけ、自分の年を考えて。だから私が吉崎ちゃんの年やったら顔でいってるかも。あ、なるほど。え、ちなみにあの皆さん理由は何でですか？なんかこう喧嘩とかもしした時に、うん、顔がタイプじゃなかったら許せないけど、顔がタイプだったら許せちゃうみたいのがあって、そっちの方が長続き。でも全然お金ないのよ。全然ないことはないけど、なんかそんな例えば誕生日とか記念日に対したレストランにも行けない。別にそれはいい。顔がタイプであれば、もうごめんねってタイプな顔で言われたら、もういいよってなっちゃいそう、うん、一番タイプの顔は誰ですか？確かに、あのタイガさんとか。ああ、許せる。わかります。中野タイガやろ。そうです、そうです。なあ、許せる。バラリナさんは、うん、はい、お金なくても楽しめる関係の方がいろいろ、なんだろう、新しいことができる、うん。まあ、夢追い人が好きだと基本的にそうなるっていうのもありますし。でもそうやね、そっかそっか、はい。バラリナさんはもう顔じゃないのよね。刺激的やったらいいのよ、お金がなくても。うん、私自身がすごい働きたい派なので、働いてて自分が経験できないような世界を経験してる話を聞きたいんですよ、うんうん、なので稼いでなくてもそっち、低い方、年収が低い方です。ひかもちんさんは、まあ、でも結構そのタイプとして笑顔が可愛い人が好きなので、まあ、それ見てられれば別に何でもいいかなみたいな。うん、確かに男性側はそんなに、ね、まあ、気にならないかもしれないですね。なんかおごるおごんないとかも多分その年収高いけど顔良くない人にご馳走した時にそんなに感謝もされなかったとして、年収低いけどめっちゃ顔がいい子にごちそうして、すごい可愛い顔でありがとうって言ってくれたらめっちゃ嬉しくないですか？あ、でも、ね、なるほど、それはわかる。ひだひだ、そうですね、まあ、まあ僕も同じような感じですけど、まあ、相手が年収高かったらちょっと自分が暇になりそうで怖いんで、うん、はい、低くてもいいんで可愛かったその子をなんかそうモチベーションにするじゃないですけど、それで仕事頑張りたいなと思います。でもなんか例えば SNS に投稿する写真でもみんなめっちゃ綺麗になってるやん、ね、シミ一つなくて、そういうのもやらない？たまにその色変えたりとか、うん、そういうことのみですね。あ、じゃあもう目をブーって大きくしたりとかそんなことはせん？特に自
信があるのよ。うん、綺麗ですね。いやいやいや、買いすぎた時ちょっと怖いなって思いますよね、うん、実物と全然違うじゃん。そうだから、なんかがっかり逆にされそうで、うん、そう思いますね。だからモネとかもあんまり入れていったらあかんっていうね。なんかちょっとなんていうの、パッと入れすぎてこんなんにしてデート行った時に、じゃあ実際その夜に脱いだ時にすごいちっちゃくなってるからみたいな、うん、なるほど、うん、それも詐欺ですもんね。そんなん全然せえへんねん。全くしないですね。あ、そう、うん、自信があるし。いや、どちらかといえば色の方に自信がありますね。色、うん、色ってどういうこと？ピンクということですね。あ、ピンク、あー、乳首の。ようわかったな。全然わかれへんわ。あ、なるほど。そこはだから綺麗な色だねっていうことない。でそこで勝負をね。あ、そうなん。はい、ちなみにどれぐらい年収低くてもいけるんですか？それ平均ぐらいあればいいってこと？もっと低くてもいいの？もっと低くても私は大丈夫。いわゆるその貧乏っていう悪でもいい、うん、なんか人に頼ってないレベル、親から借りてるとか、うん、どっかに借金してるとかじゃないギリギリレベルまでだったら。おみくさんは、まあ、バラリナぐらいは無理ですね、さすがに。普通にデートで割り勘ぐらいやったらいい、 です、ね、いいですよっていうこと、うん、いや、それはそう、それが普通じゃないの、うん、まだ20代やし。そんなに奢られたいとはね、まだ思わないかもしれないです、うん、男性陣はそれこそ女の子お金は関係ないって言ってたもんね。全然お金そんなにバイトもしてなくてでもいいってこと、まあ、財布なくてもいいんですけど、うん、趣味みたいなのがあれば。その恋愛ばっかりじゃなくて、ちょっと自分の好きなことをちゃんと持ってて、はい、そうですね。あ、まあ、例えば、まあ、絵をやってたりとかダンスやってたりとか何でもいいんですけど、で結局お金じゃないってことが分かった。私だけがお金でいいにしてたっていうことですよ、うん、ただ年取ってきてまだ独身とかやったら特に女の子が変わるかもよ、うん、今まだ若いから。だからこれ20年後にもう一回この企画をやりたい。そう、なるほど。20年後、みんな40代になった時にということで、はい、今回はここまででございます。はい、すごく楽しかった。ひだひだくんの名前の由来を結局聞いてないから、ね、それだけちょっと聞きたい。そうです、由来は、うん、まあ、名字がなので。あ、それで、それなんだ、普通やん。ねえ、なんかちょっと期待しましたよね。なんかもっとエロいエピソードとかなんのかと思った、そういうことやったんです。卑猥な意味ではなかった、はい、すいません。わかりました。はい、はい、さあ、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ナジャグランディーバーです。恋ラボチャンネルでは皆さんの恋愛エピソードやお悩み相談を大募集していますよ。番組メールアドレスにお送りください。お待ちしてます。